今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞこちら。はい、失礼します。ございました。お待ちしてました。初めまして。初めまして。研究所の所長やってる富山といいます。斉藤と申します。よろしくお願いします。お世話になります。機械製品の開発を基本的に全員が、うん、まあ、担っているところで、まあ、いろいろこう部署がグループが4つあるんですけど、はい、まあ、それぞれの開発をちょっと今やってるというところです。今頃はコンピューターで、はい、まあ、製品開発の設計をしてですね、こういうふうにまあモデルを作って、そしてそのモデルをもとにそのこういった実際の機械のこれ制御を操作する操作盤なんですけど、それを操作することでこういうふうに機械がもう動くんですよね、うん、実際に動く、はい、実際に。でそれをすることでもうどういうあの設計が妥当かっていう評価もこのコンピューター上で全部できるようになっているので、そのデータを蓄積して今 AI で学習させてまたこっちに戻してこの制御の精度を上げるとかですね。なるほど。そういう解析今ちょっとやってるところ。そうですか。どの人でも、うん、あの楽に操作できる機械っていうのを提供したいというのでこういう開発をやってますね。なるほど。いやー、ここまでテクノロジーが活用されてると思ってなかったんで、うん、やっぱりこうあの楽しんでやってるので、うんうんうん、やっぱそれがまたどんどんこう新しいものの技術提案とかもできるようになるんで、まあ、そういうふうに楽しんでやらせるっていうのが、うんうん、面白いですね。失礼します。どうぞこんにちは。こんにちは。いらっしゃいます。よろしくお願いします。お願いします。ここはですね、はい、技術開発センターの射出棟といいまして、はい、射出成形機が、小さいものだったら50トンっていうクラスと、あとは大きいものだったら一番奥にあるんですけど650トンっていう大きい機械までを、はい、置いてまして、そこでいろんなトライをしてます。プラスチックの製品って原料ペレットというところから、はい、これを溶かして金型に打ち込んで作るという感じで、プラスチックを流し込んでるんですけど、はい、実際にこれ今金型閉じてますけど、うん、だいたい今100トンぐらいの力で金型を閉じてます、はい、実際にこんな感じで。我々はその機械を作ってるメーカーなので何が作られるかっていうのはやはりちょっと全部がわからないそうなんですけど、どんなお客様に対しても満足してもらえるようなこの機械自体をまあ作り上げていくという仕事ですね。すごいですね。めちゃくちゃかっこいいです。お二人とも。ありがとうございます。職人。職人。こんにちは。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。射出組み立てグループマネージャーの中野でございます。斉藤と申します。よろしくお願いします。お世話になります。先ほど、うん、成形をご覧いただいたと思うんですけど、はい、その射出成形機を生産するセクションになります。この機械になるんですけど、はい、この機械が型地ミルクの1300トンです。1300。はい。で先ほど見ていただいた、はい、機械から比べると、まあ単純に13倍の型地ミルクを保有する機械になります。液晶テレビのこう、はい、フレームであるとか、そのバックパネルであるとかですね。はい、車でいうとヘッドライトの透明なカバーがありますね。うんうんうん、ああいったものになりますね。機械をやっていて、はい、ちょっとこここうじゃないかなとかいうところがあれば設計の方として、はいはい、ここもうちょっとこうできるよとか、なるほどなるほど、それを言って機械がもっと良くなっていってお客様のところに出荷されるっていうのを一応頑張ってやってます。なるほど。じゃあこれから5年10年経っていくとまたさらにその性能っていうものは上がってきますよね、はい、アップデートをされ続けるってことですよね。それはもう日々それを出してやっていきます。なるほど。失礼します。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。内藤と申します。鋳造家の広藤です。よろしくお願いしま す。こちら鋳造工場になるんですけども、はい、先ほど見ていただいた射出成形機の部品の一つである鋳物製品の方を作っている工場になります。溶解炉が2つございまして、はいはい、炉の容量としては8トンの容量がありますが2つございまして、はい、大体8トンですね、はい、ちょうど今から出棟作業ということになります、
溶解炉の方を軽動っていうんですけども傾けまして、はい、中に溶けた鉄が入ってますので、すごい、はい、へえ、これは迫力ありますね。そうですね、うわすごい、うわなるほど、うわ一番具体を感じますね、やっぱり今日いろんなとこ拝見したんですけど、はい、やっぱりこうデジタルの進化、はい、Web3 とかっていうところがあの開発のとこでは取り入れられてたりしますけど、はい、なんか想像で僕もいろいろ補おうと思うんですけど、やっぱりこう具体ものが作られるっていう具体を一番ここで見せていただいた感じがします。そうですね、やはりゼロからものができるっていう工程なので、そうですね、そうですね、なかなか面白みのある工程ではあるんですけども、いや迫力あります。はい、またいつかお邪魔したいと思います。ありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。個人的にはとっても刺激をいただきましたし、各セクション回ってる中でどん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 不思議とこう幼少期のものを作るとか絵を描くとか砂場でお城を作るとか、そういったゼロを1にするっていう好奇心が僕もふつふつと湧いてきたところがありまして、で皆様非常にこう真面目に実直に業務に向き合ってらっしゃったんですけど、同時にその好奇心を奥に感じたので、その好奇心を信じてこれからも僕らにワクワクを分けていただきたいなと思います。